スケちゃん、今後出しだったでしょ。思いっきりそうだったよ。イカ様の大将は玉ってのが勝負師の掟なのだよ。私も負けてるけど、京介でいいよ、後出ししたんだし。じゃあ今日はこれで終わりにしよっか。うん、もうか、早いね。お腹すいた。走ったりするとこんなに疲れるんだね。びっくりしちゃった。短距離って疲れるからね。楽しかった？はい、よかったよね。これからはもういつでも一緒に遊んで大丈夫なんだよね。はい。それじゃ、また後でね。私もこんなにお腹すいたの初めてかな。お兄ちゃんもだよ。わあ、すごい。見て見て、泡が黒くなっちゃった。外で遊ぶとそうなるんだ。あ、そっか。お兄ちゃん、
私頑張ってお料理覚えるからね。よくないよ、おばさんに迷惑かけてるもん。それはしょうがないよ、まだ慣れてないし。台があれば大丈夫。何回も練習すればすぐに作れるようになるよ。どうしたの？でももうすぐご飯なんだけど。まあいいけど。何言ってるんだよ、京介。お兄ちゃん、どうしたって。お兄ちゃん死んじゃったのかと思ったのよ。だって揺すったって叩いたって全然起きやしないんだもの。冗談じゃないのよ。ならよかったけど。心臓が止まるかと思ったわ。
はい、葵ですが。おはよう。遅かったね。こりゃ遅刻かな。やれやれ。ほら、喋ってないでさっさと食べて。私はいい。食べてたら遅れるかもしれないし。エマちゃん食べるの遅そうだもんね。どうしてそういう推測が出てくるのかわからないけど。いるのよ。美少女仮面ハンニャマンって感じだね。美少女なのに何なの？ほら、ボケっとしてないで走る走る。はい、着席。欠席、ずいぶんと多いな。国見みたいに走ってくる生徒もいないと。インフルエンザでも流行ってるのか。テレビでやってましたよ。原因不明の病気が蔓延してるって。え？それはびっくりだな。そのせいなのか？
お前、走ってきたの？朝、起きられなかったんだろう。俺も同じだったからな。ちょっと睡眠薬みたいな感じだよな、マジって。何ポソポソ密談してんのさ。パンツ見えるぜ。大丈夫、このスカートは38度線を死守してるから。乗り越えたら危険ってことか。で、何？なんか楽しいことでもあった？うん、楽しいことっていうか、なあ、私は仲間外れですか。いいもんね、サンデーに聞くから。え？ふんふん、ほうほう、なんだ、最近出回ってるっていうあれを飲んだんだ。いや、なんだ、聞こえてたんだ。いや、猫の聴覚は人間より鋭いよ。でも、私は感心しないな。まあ、そうかもな。ちょっとドラッグっぽいし。というか、人生は一度きりだから大切だってこと。リセットボタンがないからこそ、人は人生を戦わないといけないわけで。神崎さん、真面目なパンクスみたいだな。逃げてるだけじゃパンクとは言えないぜ。それでも俺は過去に戻ってリセットボタンを押してやりたいんだ。完璧超人なんてどこにもいないからね。キッズレッ